皆さんこんばんは経営コンサルタントの中野です今日は2023年10月26日ですね木曜かな皆さんはいかがお過ごしでしょうか最近ね朝日朝夕すごく寒くなってきてですね 夜寒くて寒くて寝れない日が多いんですよね。まああの布団をね、きちんとかぶって寝ればいいんですけどね、中途半端に薄い布団をね、かぶって寝てるもんですから、あの、途中で起きちゃうんですよね。で寒いなと思って、あの、どうしようもない状態で夜起きちゃってます。ところでね、 ドル円なんですけども、これね、<laughs> 月足ですが、随分行きましたね。150円突破しました。あのー、今朝方ね、今朝3時ぐらいかな。150円の壁をね、まあ、ずーっと、 つん, <laughs> つんつんやってたんですよね、ここね。で、ずーっと、まあ、150、149円、90銭とかいくとね、これ日銀が落とすんですよ、こうやってね。で、先週1週間は、 先週1週間はねこうやってこれ150円ですねこの線がねで直前で <laughs> 直前とか行ったと思ったら落とすんですよ、まあ、こういうとこもね <laughs> <laughs> 結構ね落とすんだよね こういうとこも細かい線がいっぱいあるんですよね。<laughs> で、これ、一時監視ですけど、まあ先週は、<laughs> このね、あの150円の工房を抜けきれなかったですね。こういうとこを中途半端で落としていくるんだよね。これ、日銀も立ちはいね、これね。 <laughs> こういうところでね。で、昨日の夜はっていうと、ここですね、ここですね,今朝ですね2時、朝2時とか3時ですね、こういうところ、落ちてきてて、やっぱまたダメかなと思ったんだけど。 前朝3時ぐらいか4時ぐらいですかねまあぶち抜けていってで朝方にかけてグーッてきましたねこれ <laughs> 中根ですかねグーッていってまあ一旦落ちてまあんで一旦落ちるかなと思ったら その後は青天井ですね、これね。青天井でもう150円抜けたと思ったら、あ150円抜けたと思ったら一日でね一日で151円いきそうですね、これね だから <laughs> まああの去年ですねこれね去年のオクトーバーですねこれ十月とか九月ぐらいかうん <laughs> まあ一年かけてね落ちてまた来たと まあこれでダブルトップつけ,つけたんでね。まああともうちょっといくと、だから151円。まあ20ぐらいですけど。いや、もうちょっとか。50ぐらいか。60ぐらいか。151円60ぐらいですけどね。 これ150。これ151円はいくよね。まあ、今日に行くかどうかわかんないですけどね。まあ、今日には行かないと思いますけどね。行きそうな気ですけどね、これね。あのー、まあ、どうなるかなと思ってます。<laughs> 少なくてもね、151円6帖行くと思いますけども、まあ、僕,と僕のところにはね、 もうオプション情報が入ってるんでね。まあ、これは。うん、まあ、もっともっと上行くと。場合によってはね、まあ、来年のアメリカ大統領選挙、中間選挙に向けてね、またとか、あの、もっと上がるんじゃないかと。まだ1年間上がると。そうすると、まあ、200円っての出てくるよね。これね、200円行くんじゃねえかと思ってて、 まあ、いわゆる金融リセットですよね。金融リセットって、いわゆる、上行くかしてるか、どっちか極端でいいんですよね。うん。で、まあ、株は下ですよね。株は落ち,落ちればいいだけです。為替は上か下か、極端なんですよどう。アメリカでも日本でもね。極端すぎれば、 それぞれの産業が大打撃撃つんでね。あの、国は滅びていくんでね。まあ、アメリカだったら輸出ですよね。輸出大打撃。まあ、日本だったら輸入が大打撃ですよね。まあ、いわゆる兵糧攻めですね。日本だったら。まあ、アメリカだったら、アメリカも兵糧攻めか。だから、お互いにまあ、沈没するかもしれないね。 はいだからこれはちょっとね気をつけないといけないと、まあ、気をつけなくちゃいけないっていうよりまあ喜ばしいことですねこれねまあロングですねとにかくまあこれすごいね朝でまあとにかく土円はロングだよとただかなりねあの75移動平均線からはかなり乖離しましたからねここですよねい一旦下がるやなこれね で、まあ接触してからが上でしょうね。ここロング入れちゃダメですよ。今から下が,下がってくると思うんでね。こうやってね。この75移動平均線に接触したらロングでね。絶対ショート入れちゃダメですよ。こんなところでね。ショート入れちゃダメですよ。はい。次にね。ビットコインなんですけど、 ビットコインも爆上げしましたね、これね。で、何があったんだってことなんですけどね。これだもんね。これ、週足、これ、日足ですね。この3日前がすごい上がりましたね。ちょっとチャート分析してみますかね。 えーっとねちょっと待ってくださいね <noise> うんしおしですねこれはねあれ これが2000、2 1 8年12月ですね。懐かしいね、これ。250万ですね。250万。はい。で、これ去年か。去年の前か。えっと、これが、 2020、う、2021年、2022年。去年か。791万ですね、ビットコインね。これすごいね、これ直上げね。こういうとこ、こういうとこ、こういうとこだよね。こういうとこと似てるよね。上上がるんだね、本気でね。 まあ、こういうとこも危ねえなと思ってたけどね、これね。うん。でね、これ、やっぱり雲抜けたでしょ。一回雲抜けて、一回入ってきたんだけど、また抜けたもんね。強いっすね。で、ここの転換で 1> こ1月25だったんだよね、これね。1月25とか言ってたんだけど。ね、転換点で、やっぱり上ビューたがっちゃったな、これね。うーん。で、どうなるかってことですね、これね。上ですね、これね。ここが、 ずっと上行ってますもんね。<laughs> 上ですねで。やっぱり年末にかけて、これもまあビットコインもオプションが入ってるからね。まあ年内900万ですね。ね900万から1000万ですね、年内ね。 うん、やっぱり来年3月にかけてかな2000万、2000万いくでしょうね、これね。もう戦争は終わらないですね、これ、もっと悪くなってくるから。第3次世界大戦に入ってきちゃってで国、ね国家の、国家としての維持ができなくなるから、やっぱり仮想通貨でしょうね、価値があるもの。 仮想通貨でのホテルの支払いとかね、食事の支払い。まあみんなも自分の国に出たいだろうしね、信用できないからね、うん、中立国、まあスイスンでもいいしね、オーストラリアでもいいけど、まあ中立国のなんかよく分からないところ行きたいでしょうね、アフリカとかね。うん、アフリカ怖いけどね。 どっか身の身分を隠せるところ行きたいでしょうね。うん、うん、まあドル持っててもね危ないもんね。うん 522万。まあだから400万いってすごいすごいとか言ってたんだよね。まあ400万いったっつって。ビットコインって、ちょっと前までね、224万までね、下がってね。 うわ、もうダメだ、捨てたのが、まあ、ここら辺ぐらいまで上がって、327万とかね、370万とかまで上がってて、もう400万いくかいくかとか言ってたんだけどね、まあ、1日2日で500万突破しましたね、だと上と一緒なんですよね、あっという間なんですよね。 まあ、イーサリアム、27番。リップルがもう80円台ですね、83円。これ60円台でしたね。ドージが10円台。まあ、9円台が長かったね、これね。でカルダナが43円。36円がね。43。うん。あと、柴ですね。 うん智いのでもちょっと動きは遅いねあでもいい感じかまだ遅くないですねああ上がってきちゃったねここ数字ですごい上がってますねうんすっごい上がってるね どう,う,うわうわうわわわすごいねここ数値ですごい上かってますねうんこれビットコインね2000万いくだろうね来年の3月ね うん。行くな。よかったよかった。これ600万いくんうん。来週600万ですね。えー、今月中に700万いくかすごいね。カルダネーーはどうだ 一気に来てるんだね。ああ、ツンツン来てるんだ。今回抜けるといいですね、これね。買いバレない買い時だね。もうちょっと下がればいいんですけどね。下がんねえだろうな、これ。3円って時あったね。 うんよしよしはいまああのー、理由はね簡単で仮想通貨ニュース <laughs> あのビットコイン ETF がね <laughs> 裁判所によって、<laughs> さあの却下されたことについて再審査しろと、まあ、裁判所に提訴した人がいてね、あの、ビットコイン ETF が承認されそうなんですよ。 うん、あのビットコイン ETF ね、なかなか、まあ、ETF 化されないんでねあの、裁判所に提訴した人がいるんですよね。で、裁判所があのおかしいといて、ETF 化しないとおかしいってことでね、まあ、それであの、まあ、今度こそビットコイン ETF 化されると。 見てるか審査中ってことでね、これはなんか危ないよね。うん、まあ、いつされるかと。まあ、年内でしょうね。で、まあ、こんなことになるよね、これね。で、さあ、これ、ビットコあビットコイン。 でさ。まあ、ビットコイン ETF っていうのは、当時信託だから。ビットコイン ETF ね。当時信託だから、これにニー a 使えるわけですよね。非課税枠使えるわけですよね、ニー s ねえ。だから、まあ、でもこれは多分、年利、 まあ言っても10%だと思うんですよね。投資信託だからね。で、非課税なんですよ。0%税金はね。で、まあ財布とかさ、まあビットフライヤーとかね、自分で買うと、えっ、ー、と、直接ビットコイン買うとですね、これは55%、最大55%。 えーっと、累進課税。まあ、累進課税で、こ,っちっこれですから、まあ自分の給料がね、不動産。 まあ、あの給料とか不動産収入とかいろいろ所得があるわけですけれどもいくらあるかですよね、まあ、4000万以上になっちゃうと、まあ、合算してね、まあ、ビットコインの利益と合わせて4000万以上になっちゃうという45%で翌年けん社会保険料がね10%入ってくる違うわ住民税が10%入ってくるから まあ、社会保険料とか入れると、ちょっと恐ろしくなっちゃうけどね。まあ、あの、所得税。所得税、住民税入れると55%。まあ、いくらぐらい、いくら儲けようとしてるかですね。ビットコインでね。ビットコインとか、ああカルタネーラとかね。まあ、今回、ビットコイン、インサリアム、リップルでしょ ?ETF 化されるのは。 まあでもリップルで4000万以上利益出ちゃうかもしれないね。リップル、リップルとか、まあビットコインでも出,出ますよね。いくら買うかによるけど、まあ出るでしょうね。そしたらさ、まあ、これ所得税だけだけど、まあ住民税。翌年の住民税も入れると55%取られるわけですよ。ニーサで買うか、まあ出遅れるけどね。ニーサで買うか、<laughs> 税金、 利回り10%まあこれの利回りはもう何千何百パーセント数百まあ数,数十か数十か数百ねでロパーセは0%でしょまあでも1200万だっけ あんまりないんだよね。ビットコインむちゃくちゃ儲かるからさ、こっちは55%だからさ。<laughs> 新ニーサー枠があるんですよね。 うん、120万円分の非課税、うん、考えないほうがいいね、うん、120万円どころじゃないからねビットコイン仮想通貨でビットコインっていうふうに儲かるのはまあ皆さん5000万から5億ぐらい儲かるからねなんせ兄さんなんかやらないほがいいですよね まあ、出遅れても1億2億になってきたときに、ビットコインも二2億円ですよっていうときに初めて野村証券がどうですかっつって、ビットコイン投資信託始めました、利回り10%ですって。たっ10%。<laughs> 私の友達の旦那さんは、ビットフライヤーとかビットバンクでね、口座開いて、<laughs> 1>, 1年間で1億円利益取ったみたいよただ五十まあただ55%くるからね。例えば、まあ、まあ年金なんかも所得になるからね。なんともいないけど <laughs>、まあ、ビットコイン ETF、ビットコイン ETF かっていう。 まあお祭りでねまあ、仮想通貨だけで1億は稼げると思うんだよね利益ねうんで仮想通貨だけで考えると残るの4500万だよねでもいいよね でもいいと思います、まあ、ニーサとか120万とかまだし,し,しょぼいこと言ってないからね <laughs> 1>, 1億2億で話してるからねこっちはねそういう意味ではやっぱり 今がチャンスっていうかまあ今も買わないと遅いよねまあちょっと出遅れてる <laughs> これちょっと出遅れ感はあるんだよねこ,こまな買っちゃったからね、うん、上がってから買うのは簡単なんですようんこうやって 下がった時に買えるかかどうかなんですよね怖くて買えないですよねはい <laughs> ドレンですね上がった時に買うのは簡単なんですよねまあでもこれこれはこれから下げてきますからねこうふがしてもね まあ200円まではいくかもしれないね。あと50円。まあ、あと1年かけてね。まあ、そのぐらいアメリカの経済も悪いし、日本の経済ももっと悪くなるんですよね。だからお互いに悪くなるためには、どっ, <laughs> どっちかにどっちか極端になればいいだけでや お互い下がる必要ないわけですよね。上がれば上がるほど悪くなるし、下がれば下がるほど悪くなるんですよね。経済がまあ安定するのとは100円ですよね。ドル円が。100円の時にお互いに利益が出るんですよね。アメリカも日本もね。でそういう意味では100円を 大きく上回ってしまってるんでねまあアメリカ以外の国が勝ってるって感じですねアラブの国とかねロシア中国が勝ってるって感じですねここも負けたよね戻したけどね100円にね もうちょっと行くかもしれないね。うん。はい。それではね、今回はこれで終わりにさせていただきます。千葉県。あ、まあ、それとね、まあ、最近は、まあ、ちょっと、ゆっくりさせてもらってるんですけどね、また毎日ね、 動画投稿行きたいと思いますあとねまあドライブで喋ってる動画とかねいろいろやりたいと思いますまああのまあ秋の夜長ってことでねやっぱり夜寝れないんですよねで動画撮ればいいんだけどまあそれもしないでいろいろ考えてるんですけど まあ人間ってなんで生まれてきたのかなっていうね。まあよく考えるんですけど。<laughs> <laughs> 結局ね人間 <laughs>。人間ってさ心と体でできてるじゃないですか。心と体でさ、まあ、身体っていうのかな。 ねで体のことって一つも分かんないんだよね。あのヘモグロビンが酸素を運ぶなんて誰が考えたのって自分で考えて自分で自分の体を作って生まれてきたわけじゃないですよね。骨があってその周りに筋肉つけて脂肪つけてこうすれば生まれるんだとかね心臓があって目があってそうすると。 生きながられるんだってね。<laughs> でも。到底人間が考えられるわけないわけじゃん。ですよね。リンパ球があったりさ。神経があったりね。そんな無,無理でしょ。だって。再生することも無理なんだから。<laughs> なんか分かんないわけよね。 分からないけど、生まれたときに、まあ、ポコンって、まあ、ね、体の中入れてもらってねこ、心をね。まあ、乗り物なんですよね。まあ、生きれる乗り物ですね、地球上のね。 まあロボットって言うかねまあロボットですよねじゃ <laughs> 心って何かと実は心も分かんないわけですよね <laughs> まあ健在意識とね 潜在意識があって。<laughs> 潜在意識がね、まあ氷山の一角しかないと。1%も満たないと。で、その他は潜在意識とね、超意識があると。まあ、そんなこと、全く分からなかったですよね。最近ですよね、ユングが提唱したのがね。 これもわからない。じゃあ分かるの何かって言ったら多分ここにさ一個だけあってねまあ自分っていうさ 種みたいなのがあるわけですよね種みたいなのがあって、まあそれが、それだけは、きっと認識しててね、まあ確かにこういうに自分っていうのはいるんだけど、ね、まあ心があって、体があってって分かるんだけど、まあ心もね、言うこと聞かないときがあるから、自分はこう思ってるんだけど、どうしてか違うことを考えちゃったりすることもあるから、 やっぱり心もまあ乗り物っていうか、借り物ですよね、きっとね。まあ、借り物っていうのはまあ、死ぬまでに貸してもらってる <laughs> もので、まあソフトケース、ハードケース。ソフトケース、ハードケース。で、自分という趣旨があって、これは、 自分で考えてきたのかって言ったら多分まあ自分で考えてきたんでしょうねきっとねうんまあこれだけは自分自分がまあ粘土これんってねこれだけは自分が考えて粘土これって持ってきたもんだよとこういうものはあると思うんだけどほんとちっちゃいんですよねきっとね何もできないんですよねただお前なあの今回 スきルっていうところに、生、まあ、を与えると。生、まあ、を与えるっていうのは、まあ、体っていうハードケースとね、心というソフトケースを与えると。で、ここにポコンと入って、<laughs> たくさんの勉強をしなさいと。で、この周りにはさ、もちろんこの周りには大自然があってね。<laughs> 大社会まあってさ人間たちが作った社会があるよね。まあ都市とか交通とかね文化とかさ歴史とかあるよね。 文化歴史とかありますよねこうまあほんで大宇宙もあるしねうわっ まあこうやって与えられててさ、コロナ禍であなたはな何をやってもいいよと。うん、うん、なんでもできるよと。ね、ぐうたらして死ぬこともできるし、何もしないこともできるし。<laughs> たくさん失敗してね。たくさん、たくさん失敗した暁にはね、愛されたこと 成し遂げることもできるよと。まあ、こういう環境の中で、まあ今回、聖を与えられたわけですよね。チャンスをね。で、あなたなりに、時を過ごせばいいと。ぐうたらして何もし,何もしないというのもね、あなたらしいですよと。人助けだけをしてね。 長崎のよう,ような人ね、まあ、キリスト教のような人ね、人助けばっかりしてね、身を粉にして死んでいく人もたくさんいますよね。<laughs> ねえ。<laughs> まあもちろん宇宙人なんかもいるわけですけどね。まあ最近思うことはですね、わからないことは気にするなと。例えば体のことね、まあお医者さんとかいるかもしれないけど、生物学者とかね、いろいろいるけど、人間が考えるよりもね、 もっと深い深い考えをもとにね、この、体という、バイオロボットは、バイオロボットはね、染色体と共に作られてるから、考えるなと。考えてはね、体は治んないよと。 まあそうじゃ、そうじゃなくてね。<laughs> まあちょっと破損してしまったね。ちょっと破損してしまった体でもいいから、あの、あ <laughs> 命が尽きるまでね、どのように生きていったらいいのかと。まあそのように考えた方が、考えることが重要だよと。 まあ心もそうですよね。心もこ壊れることがあるからね。うつ病みたいにね。で、あとはまあ、宇宙とか大自然とか、社会とかね。こういうのも、宇宙人なんかもそうだけど、まあかん、環境としてはたくさんのことが与えられてて、まあ、それぞれにね、深、はい、 長い時間がね、あのー、蓄積されてるから、まあこういうものに携わるのもいいし、まあそれぞれについて、おかしいおかしいっつって分析する必要ないと。まあそれよりはね、あのー、身の回りの人をね、身の回りの困った人、自分よりもね、まあお金がなくてね、苦しい思いをしてる人を一人でもね、 助けた方がいいんじゃないですかと。宇宙人怖いな、不思議だなってね、詮索してるよりも、まあ FX とかね、仮想通貨でね、お金儲け、をするってやったりね、あの、リセットがね、いつ起きるかとかって考えるよりも、戦争怖い怖いって考えるよりもね、 もっともっと身の回りの人を、まあ例えば自分に与えられてるんだったら、両親とかね、あの兄弟とかね、友達とかね、親戚とかね、あの、どうしてるかな声かけてみようかな電話したら今動けない状態なんだよと。で、介護が必要でね。おお 家族が大変なことになっていると。じゃあまああのできる範囲で結構だからね少しはあの無理立ってみたいなと思うことの方がねまあ重要なんじゃないかなってやっぱ思,う思ってるわけですね僕ね。そうするとねもう宇宙人のことなんかねあんまり興味あがってきちゃったんだよね。 アレクサー、テレビ消して。ごめんごめん。だからね、あの、まあ、FX でね、お金稼ぐっていうのは大切なんですけども、やっぱりこう、考えていくとね、自分では何ができるのかなって言ったら何もできないわけですよね。まあ、与えられてるこう環境、 環境の中でも、自然環境の中でも、何にもできないしね、自分の体でさえ <laughs>、人間自身は対処療法しかできなくてね、結局はあの、自己免疫力に頼るだけなんですよ。体自身が治すんですよね。心も一緒ですね。辛いなと思った時には <laughs>。 あの何年でもね時間を与えてあげるんですねそうすると枯れた根っこがね回復しますからねそうすると自分で何ができるのかなっていうふうに考えるといいと思いますそうするとそこからねまあ僕は介護とかね 面倒とか相談とかね生きるそう、まあ、そういうところから生きる手助けですね <laughs> <laughs> まあそうするとね FX が観察するからねあの牛乳儲かをりだしたり <laughs> まあお金の心配とかね、社会的地位の心配とかね、す,する必要ないと思うんですよね。<laughs> ここでね、<laughs> 何かね、ちゃんとしたことをやっていれば、まあ、それをね、あの、継続させようっていう、の神の力が働きますからね。<laughs> まあそれで <laughs>、 生きていけることはできますからね。それではね、今日はこの辺でね、終わりにさせていただきたいと思います。また明日ね、やりますのでね。それでは、失礼いたします。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。